はい、どうもナミカズです。本日のナミ散歩は中目黒をご紹介したいと思います。では行っていきましょう。いつも服の選び方やっていきたいと思います。今日はこのねブラックの小森シャツ、これをまず最初に選んでから他の服を選びたいと思います。この小森シャツはねサイズ4、結構大きめのサイズなんですけれども、まあ、かなりちょっとゆったりとした感じで着てるシャツで、すごくおすすめです。で今日はこれにこちらのね、これは一応古着のスラックスのパンツですね。結構小森のシャツと合わせるのは黒で同じ色同士を合わせることが多くて、まあ、いつもちょっと太めが多いので今日はちょっと細めのスラックスを合わせたいと思います。これは三軒茶屋の3で、買ったものです。で今日のコーデはもうこんな感じです。小森シャツに古着のスラックスで、足元が真っ黒だとシンプルになりすぎるので、ちょっとこのアンティパストの花柄のソックスを差し色で入れて、足元はベージュの990の V4 で合わせたいと思います。でカバンは最近はこいつで、東海アウトドアのコラボのトートバッグです。参りましょう。はい、まず最初に中目黒のバンブーシュートというお店に、ちょっとねアウトドアなベルトが欲しくて、こちらは結構おしゃれなアウトドアショップになるんですけども、これを探しに来ました。続いてよく行くのが中目黒 1LDK、 1LDK とその向かいに 1LDK アパートメントというのがありまして、自分は、コモリやオーラリーを見に行くために、よく行っているお店です。結構ね秋冬物が揃っていて、まだオーラリーのダウンとかダウンベストが裏にまだ出してないみたいなので、探してた方はぜひね行ってみてください。先日もディストリクトでアンティパストのソックスを購入したんですが、やっぱり秋冬で靴下結構探していて、このシックストックスのラインソックスを、購入いたしました。 1LDK から少し歩いて川沿いにある、ね、イソップはよく行っています。今日は特に買うものはないので入らずに、内装がすごいおしゃれで素敵です。中目は川沿いに結構いろいろあります。はい、そしてこの中目黒のベンダーというお店の姉妹店にあるルーツ2ブランチーズというお店にもよく行くんですけども、こちらも小森オーラリー、あとはいろいろブランドを置いてる、ちょっとナチュラルな、テイストのいいアイテムが揃っているお店になります。来ました。店内はちょっと取れなそうなので外で行ってきます。スヌーピーショップの隣にストリーマーコーヒーというのがあって、これ結構中目黒の落ち着くカフェになっています。今日はチャイティーラテを飲んでおります。ハニモンです。これストレンジャーシングスのマイクがいる。もうやばいわ。ありました。今日行くのはこのなんていうんだろう、ミンテンハオハオ、台湾フードのお店です。こちらのミンテンハオハオ、今年の8月11日にオープンした新しい台湾フードのお店で、有名なのが豆乳で作られるトーファっていうのがね、
おすすめのお店みたいです。で、空間やユニフォームデザインがデプトのオーナーのエリさんという方が手掛けている、ちょっとおしゃれな台湾フードのお店になっています。で、この日はもう食事夕飯だったので、トンファーは甘めのおやつなので食べずに、シェントゥージャンというので、あとはおかゆ的なやつを食べました。店員さんも可愛かったです。はい、そして2軒目はこちら、カルドっていうね、スペインフードの、居酒屋になります。結構中目黒は駅の線路沿いにいろんなお店が入っているので、同性同士で飲みに行ったりとか、あとは初めてデートで行くとか、そういう時にも、気軽に入れるお店がたくさんあるので、結構おすすめになっております。ここはね、スペイン料理なのでピンチョスとかパエリアとかそういうのが、人気みたいです。トイレもすごく綺麗でした。で、クラフトビールがね結構あるので、なんかほんとサクッと飲みに行くときに、そんなに値段も高すぎず使えるお店になっております。はい、こちら 1LDK で購入したシックストックスのソックスになります。秋はね、やはり靴下がいろいろ欲しくなるので、足元でちょっとこう遊びを聞かせたりするのもいいんじゃないでしょうか。グレーの方はこれがニューバランス990とかとね合わせやすいかなと思って購入しました。ホワイトとブルーのラインのやつは結構履いてる人も多くて、今更かなと思ったんですが、やっぱこの白地にブルーっていうのがニコルソンのパンツとかにも、ね、合わせやすいかなと思って購入しました。値段も1800円で結構お手頃なので、靴下探してる人はぜひ 1LDK に行ってみてください。はい、それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。本日の動画ではね、中目黒をいろいろちょっと散歩してみるという動画でした。いろんなショップとかもね、もっといろいろと紹介していけたらと思っておりますので、今後も波散歩の方ぜひご視聴お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。あり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